せーの恋ぶしこんにちはこんにちはこの番組は恋愛作家の店長とえっと偽恋愛の先生で <laughs> <laughs> さらに不安なので、はいえー、石坂さんにも助けてもらいながらお届けしたいと思いますはいえっと今日オープニングでですね、はい、ちょっとあの我々の番組に関するちょっとネタなんですけど、はい、えっと我々のラジオ番組を実際聞いている人が いるかいないかをツイッターで県民投票ししてみましたこのツイッターの内容なんですけど、うん、恋愛節を拝聴したことある人で撮ったところ回答がちっとととっ、えー「ちょっとだけ聞いた」と「聞いたことない」で撮って「ちょっとだけ聞いた」が25%。うん 聞いたことないが75%すごいでしょでもこの割合の投票数っていうの投票数は票です割合聞いて25って聞いたけど人生のところ1票しかあれだからね入ってないからねこれですか今のあただこの1票入れていただいた方にメッセージ付きで。 まあ我々の番組を聞いてのコメントも入れてもらって、はい、まあこんなおじさんが喋ってても一応ちゃんと聞いてくれてるんだなっていう、うん、でまあいい評価だったんで内容が。うん まあそこに関しては一人は聞いてくれてる人がいるってことでちょっと自信持っていいのかなと思うんですけど、うん、嬉しかったです、ねうんまあ、今後の抱負なんですけど、はい、今英語で頭の中で思い浮かべてもらいますいつかはなくなるのかなと思って毎回考えてないんだけど <laughs> <laughs> はいもうおむじだおむじだはい。 いいで。あいいで。はい。このいいは何？エンジョイで。じゃあいきましょうね。じゃあ番組の紹介していきます。あちゃんちゃんなるぞ。今日一応あの効果音もあの携帯のアプリを取って準備してるんで、まあそこらへんも盛り込みながらちょっと導入してみましょうね。でメインのコーナーの部分にちょっといろいろと入れていきたいなと思うんで。 まあ暇があればあのメインのコーナーまでは聞いてもらえたらなっていう感じ、うん、メインのコーナー一番緊張するんですけど <laughs> あの効果を出す人がちょっと間違えるかもしれないですね。<laughs> <laughs> はい、まあちょっとあの脱線したんですけどえっ、はい、と番組の紹介をしていきます。はい、はいえー、この番組は毎週土曜の4時半から5時までの30分番組です。はい、で実際は収録放送のためリスナーさんとは時間がずれていると思いますが、はい、そこら辺はご了承ください。 で番組の内容としては、えー、リスナー参加型となっておりコーナーをメインとし皆さんと恋愛のトークで盛り上がっていきたいと思っております。はい で、まあ、時間が余ればですね空気を読まずに自分の恋愛節をだらだらと話して、はいはい、エンディングにバ,ボタあ、まあ、バトンを渡 <laughs> していくというカリカリだとこになりましたよカリカリちょっと止めてもうちょっとだけ説明あるから。<laughs> で、まあ、いつもだったら、まあはい、そこからあのメールアドレス呼んでいくんだけど、はい、ちょっとワンフレーズプラスして、はいえー、笑いも恋バナもアッパースイングを狙っていくので。 はい、皆さんからたくさんのメッセージをお待ちしておりますっていうね、はい、それをいると思うけど <laughs> いやいやいやアッパースイングって <laughs> あのホームランか空振りかしかないでしょだから笑いもあの恋バナも100点かたら もう大笑いいできるぐらいの空振りでいそれぐらいの気持ちで <laughs> あの挑んでいるのでコーナーまで聞いてほしいなっていうのがあるんですけどじゃあメールアドレスの紹介します、はいえー、メールアドレスは 797-fmgno1.com まで送ってちょうだいを今回つけてみましたあとあとあと皆さん、はい、あのよければツイッターの方にもどんどん。 何このとじとじして、なんなの、お前や<笑><笑>で。で、えー、じゃあちょっとーオープニング、3分過ぎてしまったんで、はいえー、ここで1曲入れたいと思います。バ、はいえー、バックナンバーで花束、はい、お母さんの幸せ、それは家族の幸せ、心からの手当てで、心からの医療を。 アイレディスクリニックは小さな命を守るために早産ゼロを目指しますハーレーダビッドソン沖縄にハーレーカフェがオープンおいしいスイーツを食べるならハーレーカフェツーリングの休憩所にハーレーカフェハーレー見るならハーレーカフェ沖縄カレーグランプリで優勝したカレーもメニューに登場今すぐハーレーカフェゴー ギノアンヒルズ通り救命デイゴ通りにはいろんなお店がショッピングカフェ飲食雑貨そして絶景の夜景スポット新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通りステンマグーから伊佐交差点へとつながる坂道宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね 続いてはメインコーナー「恋の妄想」あはい、あのすいません「おっしゃらなていいですか?」って言ってピピピピならないよでも3分じゃまずいからね3分で設定されてるからああコーナー3分で終わっちゃうそうだねじゃあ,あの携帯の効果音でお願いしましょうね効果音で効果音で,効果音でタイマー効果音であの終了ですよっていう合図を送らないと、はい、あでもこれ実際動かさないと、はい、あれだよ わからないよわ <laughs> からないでうん、何分かってじゃあ今ちょっと頑張ってしゃべっといてうしゃべっとこうね,こうね、はい、じゃあ俺コーナーの説明していきますはい。えー、このコーナーは恋愛作家の店長が空想により考えた恋のシチュエーションをお題として、うん、我々二人がお題に対して答えていきますその後答えた内容を石坂さんに選んでもらい良かった点悪かった点について議論し恋愛節士へ出世してもらうコーナーです ただし、このコーナーはラブメールなしではいずれ廃止となります。ここコメントしてよう。はい。 ははハ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 はいはハ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 はははハ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 はいはハ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  だったら四つボタンを押せば多分打てるでしょうぐらいの感じなんで。まる、うん、<laughs> って。まる <laughs> ってね。M A R U って。それを打ってただ送信するだけなんで、まあそんなに時間かからないんで、うん、そこらへんちょっと協力してほしいなっていうね。はい、はい。で、うん、えっとちょっと脱線したんですけど、はい、評価方法は一応三段階になっており、はい、丸、三角、バツの評価でお願いします。 はい、すみません、石坂さん、いつも通りお願いしてもよろしいですか。はい、じゃあ、いきます、丸の評価。キュンキュンする。三角の評価。まあ、悪くないかな。バツの評価。ダメありがとうございます。で、えー、っと、今の評価、まあ、ラブメールで送っていただいて。 えと店長と先生それぞれに「丸×」の評価をつけて送信するなんあちょっとそのまま文章読んだからちょっとおかしいな言葉だね <laughs> でまあ、えー、と今の評価を、うん、えと集計して勝敗を決めていきます、はい、でどちらかが3連敗した場合は罰ゲームで我々が自腹でプレゼントを準備します、うんはい、で準備したプレゼントは3連敗した次の週に サッ作家節が過去の放送により問題を出して答えを書いてラブ,レラブメールを送信してもらいたいんですけど、はい、で見事正解したリスナーにはプレゼントを我々の方から発送します、はい、でこれ最近ちょっと思ったんだけど、うん、えっと過去の放送よりって、うん で今まあ我々の番組もこの恋愛節も YouTube でアップされてるから,からそこから抜粋したところでまあ大体何話ぐらいでこの話してたなと思ってすぐそれを聞き直せばすぐ正解にたどり着くよねって思ったわけさ単純に。覚えてるかな一何だろうなあの多分喋ってる俺が多分引っ張り出してくるのって。 アアルファベットアルフファァベベッットトっでしょで頭文字かが、うん、この恋の妄想の勝敗、うん、どっちが勝ったかっていうそこを引っ張り出したら <laughs>、うん、あ答えにたどり着くの早いかなと思ったんだけど<ー>ちょっとそこら辺は、うん、まあ後々ついてきた時にちょっともうちょっとひねろうかなっていう、まあ、あくまで今リスナーが。 まあ一人はいるんで <laughs> いないって言ったらちょっと失礼ね今またいないって言いそうなんだけど、ね、いないって言いうだ,だけど一人ちゃんといますんで <laughs>、はい、まあそれからちょっと人数が増えてきたら、はい、ちょっとまたこの今書いてる文章を工夫してまた考えたいと思います。で、えっと、今週のお題なんですけど、はい、えっと先週が、えー、告白だったんですよね。うん、はい ねあれからまあ付き合いました、うん、で付き合って、うん、で今週のお題が、うん、1>, え1ヶ月の記念日がお題なんですけど、うんはい、え早速ちょっとシチュエーションを読んでいきましょうね、はい、1>, え1ヶ月の記念日です初めての記念日でおしゃれのレストランで食事しています、はい、彼女がトイレに行くと席を外しました、うん、彼女が戻る前にプレゼントを準備して彼女に渡します、うん、あなたはどんなプレゼントを選びましたか また選んだ理由を彼女に説明して喜ばせてください」のお題に対して石,石坂さんから発信してもらうのは。 トイレに行って戻ってきたセリフを石坂さんに言ってもらうんですけど戻ってきて座るか座らないかぐらいのタイグそう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 ごめんね一人にしちゃって「わら」っていう「まわら」は俺が書いただけなんだけど「わら」もいらないんだけどねそこはねちょっと笑ってる感じで言ってもらいたいなって言ってちょっと冗談みたいな感じそう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 台本は一応「わら」がついてますねそれにすて「わら押すね」 笑おしねえっと一応今週あのちょっと最近この「恋の妄想」のテーマに対する回答が雑になってきてるなっていう我々が聞いてんかだいぶクオリティも下がってるし雑だなっていうそれに石坂さんに手伝ってもらってるからそれじゃダメじゃないかっていうことで今週は結構あの。 長めの、はい、まあ文章を2人とも考えて、うん、でどっちも一応勝ちへ向か,っ向かうっていうか勝ちを狙ってるっていうんですかね、うん、なんですけどじゃそんな内容で一応今しゃべりながら自分のあ,のあれを準備できたんで、はい、えっと行くんですけど。はい なに、うんまあ、かちょっとりあえず噛まないことを意識してねあの呼んでいもう棒読みで,、はい、でそもそもこんなセリフなんて本番で使わないからね、うん、言ったことないね言ったことない <laughs> <laughs> で言う相手もいなかったからね1か月の記念日やったこともないね <laughs> <laughs> 俺はあるよちゃんとあしながおじさんやってきたからね、うん、いろいろとねあしながおじさんだけはよ <laughs> じゃあ <laughs> ちょっとすみません <laughs> あの石坂さん脱線したんですけど <laughs> 早速セリフの方をお願いしてもよろしいですかはい、はい、でいいですかはいお願いします、はい、ごめんね一人にしちゃってはいプレゼントこのプレゼントはスヌーピーが、えー、石坂さんでベルトが自分を表していて、うん、で石坂さんが好きなスヌーピーを選び ピンク色に美しいという思いを込めてピンクのスヌーピーにしたよ。でベルトの意味は「末永く」と「気を引き締めて」という意味があってまとめると「あなたにとってトレンドであり続けたい」だから「末永くよろしくね」です。<laughs> <laughs> 一応、以上完結してるんですよ。ストーリー上、まあ、臭いかどうか、内容が云々じゃなくて。あ<ー>まあ、文章としての構成がしっかりしてるっていうのを、ちょっと意識。本気で勝ちに来てるな。本気で勝ちに来てるな。お、<laughs> 結構考えたよ。俺、四連敗中だよ。<ー> <laughs> で、このスヌーピーっていうのは、石坂さんが好き。うん、で、自分が、この女の、まあ、女性にプレゼントするときは。好きな色。で、好きなもの。うんうん、好きな。あ。 <laughs> 好きなじゃな誕生日って言ったら大変だよな <laughs> 誕生日は選べるからね <laughs> あ誕生日ねこの3点聞いて、うんうん、でいつもプレゼントを考えるんだけど、うん、いつもやってることですねそうそうそう、ね、そのくうそ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 うらうそ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 うで今回石坂さんう、まあ、そう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 ん,んでそう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 ーうそうそ でにてるるね俺この番組に対する思いいは多分誰よよりも強いよでしょでそれに対してピンクのスヌーピーってまあ多分ないと思うんですけど、うん、あえてそれも特注でお願いして、はい、ピンクは自分の中で美しいっていう色合いでであえて、まあ、ピンクが石坂さんと例えるなら。うん 色は美しいピンクですよ<ー>なのでピンクのスヌーピー,ーでベルトは最後の,あの「あなたにとってトレンドであり続けたいを」をこのセリフ「トレンドであり続けたいは」は、うん、ちょっと、あのー、戻るんだけど、はい、バックナンバーの片遅れになりたくないよ俺はっていう意味でトレンドを持ってきて <laughs> でそれにつなげ合わせられるものの意味で「うん このベルトっていうのが、うん、あなったの。<laughs> これもう今15だ、15分ったの ?15 分ったのこれ。<laughs> まあいいやでまた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 喋るんですよまたコーナー持ってる。今こう変わんで鳴らしました。こう変わんでねちょっと脱線したから分からなかった。どこまで喋ってるか。まあそうだから最終的勝ちたいんだよ。今日勝ちたいの俺は。本当に勝ちに来てるな。勝ちたい。でこの最終的に今の上のセリフは全部あのあなたにとってトレンドであり続けたいを生かすためのあのセリフ。 で、まとめてみました。以上です。<laughs> ちょっとあれだな <laughs> なんか若干かぼってるかも。<laughs> <laughs> まあまあまあ,まあ,まあどうかなっていうね。いろいろ考えましたよ、今回。じゃあ、大丈夫ですか、先生の方は。はい。いいですか。はい。じゃあ、石坂さん、すいません。じゃあセリフの方お願いします。お願、はいします。ごめんね、一人にしちゃって。はい、これプレゼント。これは花の種なんだけど、今の自分の思いが込められてるんだ。 花の名前はビオーラって言って花言葉が誠実と信頼なんだけどこれからも石坂さんと誠実に向き合ってこの種が花咲く頃には石坂さんに一番信頼して頼りにしてもらえる存在になりたいっていうのが自分の今の率直な気持ちなんだよ。このプレゼントを受け取ってもらえるかな笑 でで終わりです <laughs> 最後「かっこ笑い入れた」だ <laughs> よさっきあの店長が言ってたから「入れようかな」とか俺もちゃんと「かっこ笑って入ってる」って気持ちを乗っけるっていう意味でね<ー>あまあまあでこれちなみにまああの内容は良かったと思いますでまあもうあとはちょっと前回は低レベルなクオリティで選んでもらったけどちょっと今回はまあまああのそんなにクオリティ低くないかな まあ個人的にね両方,両方これは俺らが決めることじゃないです。まあ石坂さんが決めることですよね <laughs>。ちょっとだけあのあるねこの考えたことに対してあの自分で自慢したいっていうね。ああそういうのあるかなってこと。そう。 ちょっとだから花の花言葉は調べました。ああ花言葉、うん、俺は逆にプレゼントだったんだよね、うんうん、ちょっとパターンが違うんだけどね最初花ってパッて思いついて、うん、ただ花をあげてもちょっと面白くないかなと思ってじゃあ種にしようと思って、うん、種かいって多分思うかもしれないけど、うん、これに込めた気持ちで何か合うのあるかなっていうことで調べてこの花言葉「ビオラの誠実と信頼」1> うん、で1ヶ月付き合って1ヶ月だから。はい で一番こう盛り上がっているぐらいの時さねだからそれぐらいもう本当にあのこれからもっと相手のことあなたのことを知っていってうん、うん、あなたにも自分をもっと頼りにしてほしいみたいなうん、うん、そういう気持ちでいるよっていうメッセージでー。 なんか恥ずかしいないや真剣に考えたからこそこう語れるんでしょう,んうん、そうで,でしょ俺俺なんてもう負けたくないからいっぱいつけたもんねん今回の回答テーマもついてるから花 <laughs> の種 <laughs> 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 そのま,まんまやしん <laughs> ワードでちゃんとタイトルもつけてる <laughs> <laughs> そのまんまやしんああ、まあ、でもいいと思いますよ、はい、じゃあえっと 評価をいただく前に、うんはい、あのー、せっかく今回、はい、あの効果音準備したんで、はい、石坂さんの評価を言う前に効果音でダンっていう感じのやつを流してもらいますまだ今使いこなしてないから <laughs> これ 入れてえー、っと評価に行きたいんですけど。あー、OK 準備できましたよ。うん、で逆にこれ勝った後に、はい、じゃあ,あの勝った勝利の、ね、パッパッてすぐ操作しないとね。そう,そう,そうやらな、ね、<laughs> やっておちゃんと大丈夫だよ。マニュアの方は口で言いましょうね。あそうだね。<laughs> じゃあ石坂さん決まりました。どっちにするかは決まりまし石坂さん最後に一言いいですか。自分四連敗中なんで。あのそれ。そういう <laughs> ダメですね、<laughs> じゃああのちゃんとした補足的なものでフォロー入れるんだったらあれだけど <laughs> いやいやただ今の状況を話しただけでそんなこと言ったら俺もあるだよちょっとあのー、あのー、ねえ店長が思ってるよりガチで勝ちに来てるからねどっちが番組が盛り上がるかっていうとう多分俺が勝った方が盛り上がるよ、ね、まあまあね<ー><う>盛り上がり的にはねただ今後俺は真剣に考えることはなくなるはず<ー> <laughs> それを考えるとやっぱあれだよね俺負けた方がいいのかなって思うよね <laughs> ちょっと複雑だけどまあまあこれでも一応素直な石坂さんの感想でお願いします。長いな <laughs> 先生 負けた。そうなの？結構考えたけどな。花の種斬新でした。あ<ー>あ<ー>、ありがとうございます。そっか、種に持ってからだが。うん、実際もらったはびっくりしますよね。びっくりしますね。種って思うんですよね。<laughs> はい、今回はあれなんだろうプレゼント。 の内容っていうよりもプレゼントに込めた意味で選びました、うん、あ<ー>あ、あ,ありがとうございます込めた意味 <laughs> 俺も込めてたんだけどな <laughs> まあまあでもね <laughs> そっちらもうな,、ね、なんかあのあれだよ勝ちたいっていう癒やしい気持ちがこれに変な気持ちはこもってないよ <laughs> 俺はこれはもうちゃんとあの一ヶ月でパートナーのことを思って考えて 結果だからね俺これあの、うん、今まで足長おじさんしてきたあのプレゼント選び方、うん、選び方, <laughs> 選び方ただ思いはいつものっけてなくてそのまま渡してるからあれなんだけど初めて思いをのっけるとこんな文章になるんだなっていうのはちょっと一つ勉強になりました今回でも、うん、これ考えるの結構あれだねああ時間かかった、うん、しかも俺まあ店長が考えたので実際160文字、うんはい、で先生が考えたので どれららいいでしたっけ文字だから多分読んでて秒数的に20秒とか30秒ぐらいでね素人が読んでるからねそれぐらいなんですよ。で勝率をまとめると今回が6回目の放送になっていまして1回目の放送はどちらを選んでもらうじゃなくて「お願いしますかごめんなさい」の選択肢だったんで。 どっっちもお願いしますだたから2回目からですねえっとじゃあ実際は5戦中今日先生が1勝したんで2勝3敗先生から見たらねああうんあそっかでしょ今日1勝してるからね先生から見ると2勝3敗で店長から見たら3勝2敗なんですけど一応まだ今のところ1勝リードしてるんで次勝とうかなって思うんですけど。 うん、もう買ったのが嬉しすぎて言葉が多めに変えようて最後のエンディングだからねちゃんといろいろとね前回は小春さんの時は買ったけど、うん、石坂さんの時まだ一回も買ってなかったからそうなんだよねで石,石坂さんの俺今のところ100%だったけどこれちょっと打率落ちたね <laughs> 満足したんでもうこれからしゃべられる効果音だけでいいですか <laughs> <だ> <laughs> で交換音入って 難しいなえじゃあちょっと結構コーナー盛り上がったんで、はい、えっと、ま、これで締めるんですけど、はいえー、先生の方から曲紹介の方お願いしていいですか。はいはい、えー、っと曲が「バン m p ブチキンで「花の名」。 はいそろそろ時間も迫ってきたので来週のお題を発表しますちょっとさっきのコーナーで負けて、はい、ちょっと若干テンションが下がってるんで来週のお題は「なし」って言いたいところなんですけど、はい、まあそれはダメなんで、はい、えと一応来週のお題ちょっと感情入れないで言うんですが、はい、え来週のお題は会計でのかっこいいセリフ。 会計でのもうこれパッと切ったら分かんないはずだけど、はい、実際今食事しに行きました、はい、で会計の時に、はい、まあもちろん男性が出すじゃないですか、うん、でそれに対して女性が、うん、自分も出すっていうのに対して女性に出させないような綺麗なセリフを考えてきてほしいっていうね。 それをどう言い回すかって感じなんだけどちょっとさっきのコーナーちょっと負けたからちょっと気持ちが入らないんであのねんかあるんだったらんか喋ってもいいよでもお金出すのは店長の方が慣れてるからまあまあお金得意分野じゃないで10円でもいっぱい持ってるけどさっき足の帽子だったりつさなこれ過去の話よねそれもいっぱいやってきましたよでもそれでお金出したからってじゃあその愛がもらえるかって言ったらもらえなかったんでまあ世の出せはあんまりそこま までしなくてもいいのかなって思うんですけどね。はい、じゃあ。ちょっとやけくそなってます。ちょっとひねくれた感出したいです。ねこっちは真剣に考えたからね。じゃあ、これで締めたいんですけど、いいですか?。なんかあります?。大丈夫です。まあ、本気出せばこんなもん。はい、じゃあ、はい、石田さん、今日もありがとうございました。ありがとうございました。え今週も恋愛作家の店長と疑似恋愛の先生で。 お届けしました、はい、ありがとうございましたありがとうございましたじゃあ店長最後に一言エグでじゃあさようなら <laughs> また